島本九五郎4月1日から1973年9月15日は、日本の海軍軍人、最終階級は、海軍少将。和歌山県出身、島本熊太郎の産卵として生まれる。和歌山中学校を経て、1916年11月、海軍兵学校を95名中6番の席次で、卒業し、翌年12月に、海軍少尉任官。 海軍潜水学校普通科を卒業し、第28潜水艦に乗り組む。海軍水雷学校高等科で学び、アメリカ駐在、ロゴ第53潜水艦艦長、第7潜水船隊参謀、ロゴ第27潜水艦艦長などを経て、1930年11月、海軍大学校を卒業。移合第60潜水艦艦長、第1潜水船隊参謀、 軍令部員、練習艦隊参謀、第二艦隊参謀、海大教官、島方面艦隊専任参謀を歴任した。二度目の海大教官在職中、山本五十六が、連合艦隊司令長官に就任し、海軍省人事局は、島本をその専任参謀に捕食する方針であったが、結局同期の黒島亀戸が捕食された。 人事局第1課長在職中は、石川信号軍務局第2課長に発令することに反対したが、受け入れられなかった。後に、山本が、海軍は石川を甘やかしすぎたと語った相手が、島本である。太平洋戦争開戦時は、第7潜水隊司令であった。標的艦、摂津艦長、第6艦隊参謀長などを経て、 1943年5月に、海軍少将に進級。海上護衛総体参謀長、同参謀副長、第三、南海艦隊参謀長、県南西方面艦隊参謀副長を務め、1947年1月、予備役に編入された。ABCDEFGHIJK、日本陸海軍総合辞典、主要陸海軍人の履歴。 島本九五郎、海軍兵学校演隔、大正5年11月22日、陸海軍将官人事総乱海軍編不要房百195ページ、海軍参謀152から153ページ、AB、4人の軍令部総長82ページ。ありがとうございます。